こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。ごめんなさい、今ね朝の6時24分なんですよ。10月18日4時ぐらいからね、無垣サバーカー柴山でございます。はい、3時ぐらいからですね。はい、クエストのね、10月クエスト15の動画を撮っておりまして、はい、見事にボロクソに負けまして、はい、そうこうしてる間に日付を超えまして、はい、パズドラ界隈の日付を超えまして、はい、宝石が25個になりました。はい、ほんまにクエストねクリアしてからね、FF コラボガチャ引きたかったんですけど、はい、ちょっとね、もうどうにも止まらないぐらいね、はい、もうガチャ引きたくてしゃあないですよね。はい、FF コラボちょっと5連続行ったらクリスタルディフェンダーも引けるんで、はい、それ聞いてクライブをね出して、それでもうええわと思って、はい、ちょっとね、もうバームートとかでねクリアしようと思ったんですけど、今目がん決まりしてると思ってる思うんですけど、めちゃくちゃ眠たいんですよね。はい、クライブとか出して、はい、もうそれでええから、もうクエストクリア10をクリアしたいなと思って、普通に今後も欲しいしね。あ、そう、ユーザー情報ね、目がん決まりしたら起きてられないんで、はい、購入歴無料配布25個でございますね。はい、25個でございますね。はい、それではね、5連続引いていきたいと思います。5連続これ終わったらクリスタルディフェンダーズも引きたいと思うんで、はい、ちょこぼしてほしいんで、それではお願いします。よしよしよし、ダイヤよしよし、ダイヤ1個いった、よしよし。リノアとかも欲しいよね、僕スコール欲しかった。ごめんファイナルファンタジー8はねめちゃくちゃあったんで、はい、欲しいんで、はい、スコールね、はい、いや、このチーム HP 漏れるのがいいよね。僕、火属性とかも好きなんで、はい。水闇も好きなんですけど、全部属性好きなんですけど、はい。OK。お!持ってんやつ!はい!エースやったかな?ごめんなさい、嘘ついた。レイン。レインっすね、はい。レイン。王国の騎士、レイン。ちょっとあんまわかんないっすね、僕。これは。お!シンキラー !OK!また、またおはろうかと思ったら違うやん。ヤシュトラやん。ヤシュトラってこれどうなるんだっけ?おー。声。いやー、ティファ、ちょっと待って。今はバッツにひとまず喜んで、はい、新キャラゲットに喜んで、ティファね、もう、76バハムートをやりたくて、はい、ちょっと交換しちゃったんですよね。マジか。3時ぐらいに交換したんですよ。はい。いや、2時ぐらいやったかな。いや、12時ぐらいやったかな。日付変わる前か。まあ、ティファの武器は、まあ、なんで、はいはい。いや、まあでも、ティファ好きなんですよ。こんな幼馴染が僕欲しいっすよ。もう欲しい、これで、ホディーぐらい言う。ね、はいはい、もうほんまに。モンスターオックスいっぱいクリスタルディフェンダー。まだ、メーガン決まりの時間、はい。ちょっと、我慢してください。はい。よし、5連続の負けガチャ、はい、ボックス整理して届きました。もう一瞬でもう、なんか適当に売りました。はい。そうだね、5連続のお負けガチャ、クリスタルディフェンダー。チョコボシ欲しいんでね、僕は。チョコボシ。だからダイヤでないとお話にならないんですわ、ほんまに。おっしゃ、来た!ああ、そうか。そらみんな初めて迎えるクリスタルディフェンダーズコラボやもんね、芝居の丸。なんだっけ、弓使いって何だっけ、進化してるやん。イラストいいよね。このクリスタルディフェンダーズイラスト好きなんですけどね。よっしゃ、来た!これ!ちょっと、眠たすぎて全然見えへん。え?こっちは格子?ごめん、ちょ、今、鼻垂れそうになった。チョコボシ欲しかったよね。ほんまに欲しかった。よかった。極限師出すぎ。ちょっと待って。一旦お気に入りして、チョコボシじゃなくて、極限師。6体いますね。オール極限師ブラザーズできますね。はい。ちょっと結果見ていきましょうか。はい。
はい、上からスコール、レイン。スコール、レインって被っとるやん。ヤシュトラ、ティファ、バッツ。弓使い、曲芸師、チョコボシ、曲芸師。あかん、最後まで名前出てこなかった。はい。この後に、ハロウィンガチャが、今6時半なんで、3時間30分後に、はい。ハロウィンガチャが来るということで、はい、そちらもね、回していきたいと思うんで、この動画の後に多分くっついてると思うんですが、私は多分クタクタやと思うんで、はい。どんな表情で見えるか、それはお楽しみということで、とりあえずね、一旦ね、まあ、ハロウィンはね、ちょっと無料だけにしとくと思うんで、チョコボシ使ってね、なんかチョコボシってシーみたいなね、はい。とりあえずちょっと、一旦ここで FF コラボだ切り上げて、この後、ハロウィンガチャの時の3時間30分後か、何時か分からへんけど、もう鳥ピューピューなってるわ、ハンマー。まあ、はい。それにバトンタッチします。それでは、おやすみなさい。はい。お昼の、ちゃんと寝て、ちゃんと整ってきた、私が滑舌が全然一向に取り戻せへんけど、戻ってきました。はい。無課金サバカ芝居のハロウィン編。ハロウィン編。スタートです。よし。無料のね、クリアしたんで、はい。どうせならね、コロシアムね、はい。多分ね、もう、あれでしょ?シバドラでいけるんちゃうかなと思って、ちょっと組んでみたんで、ちょっと簡単にね、この、臨死は降臨。まず実質ね、殺し合うみたいなものあると思うんで、はい。それではご紹介したいと思います。いいよっしゃ、オッケー。はい。クリアしましたね。これクリアしたらなんか星の名の確定ガチャとかもらえるんじゃなかったっけ?あ、ガチドラさんやん。ちょっと待って、ボックスパンパンになる未来しか見えへんねんけど、これ。大丈夫かな?大丈夫かな?リンシア、ありがとうございます。これ、リンシアね、作りたいね、僕も。はい。はい。ボックスは1800ちょうどでしょ。ちょっとボックス整理してきまーす。はい。はい。ボックス整理完了しました。はい。ハロウィンに関してはね、無料だけというね、もう、つか物理的にね、はい。意思、まあまあ、意思、お見せしましょうか、一応。ユーザー情報の、コミュニティ、はい。無料配布2個ですね。2個。クエストクリアしても間に合うかな ?2 日あるでしょファイナルファンタジーまで。僕、ファイナルファンタジー期間はファイナルファンタジー行きたいんで、これ意思ないって言ってね。で、開催記念、ハロウィンガチャ行きたいと思います。1月1日まで。はい。僕の愛犬の誕生日です。はい。よしで、え?知ってた。星6があるんやった、季節物は。そうか。そうか。で、ハロウィンガチャ。3連なんこれ。3連なん ?3 連。3連続。ちょっと待って。なんか1個ぐらい。止まった。ちょっと待って。喉乾いためっちゃ今。ごめんなさい。ユイルって奇跡かい?違うか。あ、冬ついたんやね。あ、冬ついたんや。闇属性。僕、ハロウィン全然持ってなかったんで。いいっすね。あ、武器もええやん、これ。結構ええやん。はい、案の定、これ星6です。あ、アルラーネちゃん初ゲットな。マジで、どうやったらこの、ランク1100で、アルラーネちゃん初ゲットのルートを辿れるんやろ。600何日ぐらいあって。はい。ちょっとわかんないですけど、はい。ちょっと頑張っていきたいと思います。はい。はい。それでは、霹靂一戦6連が終わったんで、はい。で、クリア報酬、開催記念、報酬7以上確定でした。これが本番ですよ。これが本番ですわ。さあ、ハロウィン。ハロウィン事変。よし!あ、そうか。これはそうっすわ。これはそうっすわ。いやー。持っとる。ちゃんと2で出とる。むしろさっき使っとった。一応交換ドルでいきましょうか。はい。あ、結構交換、交換ドルってこんなにプラスされたんや。ちょっと待って。星6確定。あ、じゃあハロウィンもたまになるんか。
いいっすね。これイーリアね、結構おすすめっす。暖房あるんで、はい。ソニアも欲しいな、個人的に。ソニアちょっと厳しそうだな、はい。それでは、はい、結果と一緒にお別れしたいと思います。はい、見てくださった皆さん、ありがとうございました。ちょっとね、冒頭前半の FF 編では、ちょっと目ね、もうガッチガチにバッチバチになんかもう目力というか、なんか頑張って目開けてたんですけど、今はね、もう全然余裕で、はい、もう穏やかだったさ。穏やかな心で迎えられたんで、本当にありがとうございました。はい。それでは、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした、皆さんも。それでは今回はね、お相手は私、ゆうでございました。ハロウィンガチャとか、結果もね、皆さんもね、教えてくださると嬉しいです。今もう、ポチポチとハートを押して、おめでとうございます。言いに行きますわ。はい。トリックはトリートと言いますわ。はい、ハロウィンなんで。それではね、バイバイ。